この大量のバッテを差し上げます。一つやったー。え、マジっすか。なんか選んでください。え、はい、どうも、翔平 TV です。本日はですね、埼玉県入間市にある入間中央公園に来ております。そして本日は野球道具紹介ということで、やっていきたいと思います。その中で今日はバッティング手袋を今日は、紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、最近ですね、肩を痛めまして打撃や守備を、中心にやっているんですけども、まずこちらを紹介します。はい、こちらカッターズというバッティング手袋なんですけども、こちらの手のひらのところにグリップ力のあるこの滑り止めがついております。これで、バットを持って、振るときに結構滑り止めが効いてるんで、振りやすいという。これも2年ぐらい使ってるんですけども、あまりねこう剥げることなくずっと使えております。これはもう試合でずっと使ってるんで、もうこれはもう僕の相棒ですね。はい、はい、そしてこちら、今度こちらですね、リザードスキンズというメーカーのバッティング手袋になります。バットのグリップのテープ、あれが有名だと思うんですけども、バッティング手袋もあります。そしてアームカバーもありますね。こちらですね、結構ロンティーとかでつけたりしてるんですけども、リザードスキンズのアームカバーですね。でこの2つはですね、ムコーズに所属してますヒラヤンさんに、去年誕生日プレゼントしてもらいました。でこちらをね、結構使ってます。はい、はい、そしてこちら SSK のプロエッジというバッティング手袋なんですけども、こちらは今年の1月に、千葉県、前原スポーツさんで、購入しました。でプロエッジってこういう感じですね。金と赤と銀とね、アミアミがあって、こんな感じで購入したんですけどもね、何せカッターズやね、リザードスキンズを使ってるもんで、なかなか使ってない。もう買ってから7ヶ月ぐらい経ちますけども、結構新品な状態ですね。そしてこちらですね、ミズノのセレクト9のパッティング手袋ですね。こちらはもう色合いもなんかもう僕の好みにマッチしてて、購入してしまいました。はい、でこちらまだ開封はしたんですけども、未使用ということで、今後動画で使っていきたいなと思います。はい、はい、そして次こちらですね、こちらもミズノのバッティング手袋です。こちらも、購入したばかりでまだまだ新品ですね。まだ使ってませんね。この辺は結構皆さん持ってるんじゃないですかね。結構持ってる方見かけるんですけども、もし持ってたら僕も持ってますというふうにコメントをしてもらえると、嬉しいです。はい、はい、そして最後にこちらアディダスのバッティング手袋、これはもう最新なんじゃないですかね。こちら今年のマイナビオールスターで使っていらっしゃった選手が何人かいましたね。巨人の坂本選手など、使っていた、バッティング手袋となっております。いろんな国の国旗の色をイメージしたデザインだそうです。どうですか、かっこいいんじゃないですか。待って、何してんすか。すいません。誰ですか。誰ですか。どうも、本田圭佑です。本田圭佑来たよ。ボールを渡します。何してんすか。俺が蹴る。いや、ハンドじゃん。俺が蹴る。ハンド。プレーは止まってます。どうも。何してんすか。はい、何してんすか。なんか練習しに来たんですけど。そうなんすか。はい、今バッテ紹介してんすよ。バッティング手袋ですよ。あ、キーパーのやつじゃないですよ。あ、キーパー手袋ですか。キーパー手袋じゃないです。バッティング手袋、こんなキーパー手袋ありますか。おしゃれですね、今のキーパー手袋も。川島に言うときますわ。そうです、ね。やば。何してんすか。やば。なんかこれめっちゃいい。やばい。なんすか。え、めっちゃいいですねこれ。なんかやばい。あ、めっちゃいいでしょ。めっちゃかっこいい。本田圭佑。いやいや、そっちのかっこよさないじゃん。この手袋がかっこいいって言ってるんですよ。あ、なるほど。はい。やば。金髪2人に突然絡まれる。ヤンキーに絡まれてるってこともないですけど、ね、今日はバッティング手袋を紹介してるんですけど、はい、結構バッテあるんですよ、うん、見ました。いや、見ました。ちょっと見てもらえますか。はい、やばスタイリッシュ。いや、確かに全部おしゃれですもんね。やばいっしょ、これも派手やな。どれが一番いい。やっぱりいや、絶対これでしょ。これかアディダスも。でも俺もこれがいいよ。いや、ですよね、うん、あんたサッカーやろ。ん、あんたはサッカーやろ。でもキーパー手袋にいいかな。キーパー手袋にいいか。キーパー手袋やったらこれでしょ。まあ確かに代表ユニは合うかもしれない。確かに。はい、やば、かっこいいな。はめてみていいですか。勝手につけてるし。はめてからはめていいですかってよく言いますよね。はめていいですか。どうぞ。いいですね。もうそれ2年ぐらい使ってます。あ、でも使い古した感じがすごい。え、バッテちなみに何使われてるんですか、2人は。友達のみかんくんはアンダーアーマー。なんであんたの話じゃないよ。友達の話だ。僕キーパー手袋ですか。僕キーパー手袋っぽいっすね。
だいぶ。おー、ごめんごめん。ホンダキーパーじゃないんすよ。あ、そうです。ホンダ久しくは何使ってるんですか。僕、やっぱ、まあ、若手芸人っていうのもあるんで、はい、使ってないっすね。バッテなし。バッテなしです。素手なんすか。え、はい。お前、この前俺買ってあげたやん。あれ後輩にあげました。え、あんなお前あげたやん、お前に。あ、もらいました、もらいました。うん、あれ後輩にあげました。お前、まだ言ってんのお前。いや、だって後輩もなかったんすよ。先輩にもらったやつ勝手にあげんなよ、お前。いや、でも、うん、僕使いました。2打席ぐらい使いました。使ってない。はい、2打席使ってあげた。わかる。マジか。やっぱ後輩大事にしとんのね。はい、もちろん。やっぱ後輩大事にしてるから、うん、もう後輩も後輩を大事にしたって。いや、先輩大事にされてない。先輩大事にされてない。うん、してます、大事にしてるんですか。はい、はい、もちろん。してますもおかしいけどな。マジか、はい、じゃあバッテないんだ。今ないっすね。マジか。はい、じゃあいつもの俺の恒例のあれ言っちゃう、はい、結構上げ癖ありますね。上げ癖。はい。バレました。そうですね。今日はもう、武蔵くんに、なんか好きなバッテを、はい。差し上げます。一つ。やったー、どうぞ。え、マジっすか。なんか選んでください。え、ダメです、上げて。こっちすぐ上げますよ、他のやつ。で、そしたらもう、罰金なんで。罰金。さすがに。罰金やったら大丈夫。うん。食べなかったら、ね。みかんくんに話するんで。今はここにいないんで。先輩が大丈夫です。尻拭ったやつ。そうっすね。やめろやめろ。いや、でも罰金は払ってほしいですけど、なんで使いたいですね。なんでよ。あ、お前これ払ってよ。いや、そのまま大丈夫。え、ドレン。マジっすか。ドレンする。アディダスの。アディダス。いや、これはね、俺今買ったばっかでさ、はい、最新すぎて俺ちょっと使いたいなと思って、ちょっとこれはちょっとごめん。うわ。これはごめんね。ダメみたい。心からごめん。いや、でもこれと一緒ぐらいに僕、はい、いいなと思ってるのがあるんですよ。ほう。え、はい、どれですか。あ、ちなみにリザードスキンズだ。買ったぞ。ダメ、俺の愛用品だから。あ、これと、まあ、そう、誕生日もらったやつと、もう2年ぐらい使ってるやつ。なるほど。うわ、よかったな、そっちも。ごめんね。いやいや、全然。え、もうこれです。アディダスか、はい、こっち。まあ、似たくやった。これも良かったんですけど。なるほど。マジ。はい、この SSK のプロエッジ、はい、いいなと思ってる。めっちゃいいなと思ってます。これか、ちょっとねえ、これあげましょう。え、マジっすか。はい、プレゼントします。どうぞ。え、めっちゃ嬉しいっす。どうぞどうぞ。もう食べていいっすか。いいっすよいいっすよ。どうぞどうぞ。やば。まあね、初翔平 TV 登場ということで、うわ、ね、今後もよろしくということで。いや、こちらこそお願いします。いや、はい、めっちゃバッテよかったな。はい、よかったな。いい。ちょっとなんかバット持ってみる。あ、いいっすか。絶対応援したやんけど、なんやそのバイブみたいなやつ。カットせよこれ。なにこれ。短いそれ。違う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 、バット違うよ、バット違うよ。ですよね。バット違うよ。これだこれ。ほっ。でもいい振りしてるけど。うわ、嬉しい。似合ってます。いや、そのね、そう、似合ってるというか。めっちゃいいけどね。なんだろうな。あ、でもほんまにそのユニフォームにはぴったり色合いとか、はい、お、ほんとっすか。いいね、かっちいいね。振り心地もめっちゃいいです。マジか。まあ、こっちか、バッテはすごい。こっちか、正しくはこっちやね。ちょっと重めだけどね。はい、いい、いい。あ、どうすか。いや、もう全然違う。まあまあ、いいわ。うわ、どうすか。めっちゃ、めっちゃいい。どんな感じよ。いや、めっちゃいいっすね。僕らしいっすね、しかも。僕らしい。あんまり言わへんね、僕らしい。僕らしいって自分で。表現出たよ。派手なんでね。ああ、いいね。もう、かっこいいんで、これを今後とも使っていただいて。あ、ぜひぜひ。はい。はい、SWBC の、はい、トライアウトを受けて。受けました。何チームに。今 A チームです。A チームですか。はい。一発 A チーム。A チーム一発です。はい。内野手。内野手です。ガッチンで一人だけ。ガッチンで一人だけです。すごいっすね。トライアウトの監督も、一番いい。おお、素晴らしい。いや、とんでもないです。いや、もうね、このバッテを使って、もうガンガン打ってもらって、もちろん、活躍をしていただきたいと思います。はい。はい、というわけで、はい、ちょっとこう、茶番が入りましたけども、はい。武蔵くんにね、バッティング手袋プロエッジの、SSK のプロエッジをプレゼントさせていただきました。すごい。ね、ガッチンっていうチームに入っている中、はい、ね、SWBC ジャパンのトライアウトを受けて、A チームに受かってね、ポックさんと同じチームですもんね。そうです。要するに。はいはい、頑張っていただきたいなという思いからね、プレゼントしてもらいました。はい、そんな感じでね、はい、この動画いいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントをよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。グラッツ。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。
Twitter、Instagram をやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあればコメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。